Good morning, everyone. Benji? June! Yeah, I'm dead. It's been so long. Oh, wow. I've gotten bigger. Oh my god. これから服を脱ぎます。ので、このカメラで自分を撮っていただけないでしょうか。はい。どうしても必要で、お願いします。震えてんじゃん。そんなに嫌なら無理すんな。撮れよ。顔が熱い。心臓がドキドキしてる。カメラがあってよかった。顔見られなくて済む。先輩、これってどういう気持ちなんでしょうか。なんか寒いな。あとはどこの写真が必要なの。すいません、もう大丈夫です。終わりました。お待たせしました。プラいやー、さっきの住職さん怖かったな。はい、ちょっとトイレ行ってくるわ。はい。もう今日はほんまにいろいろありすぎだわ。この気持ちはなんなんやろ。柳瀬さんと見つめ合っとるとなんやら変な気持ちになる。違う、これはただの憧れや。憧れ、ただの憧れやちゃ。俺は家主さんとどうなりたいがやろう。カナダ、笑えよ。はい、チーズ。寺巡りをしてきまして、お寺の方向性を絞りました。手元の参考写真をもとに各担当に分かれて作業を進めていってもらいます。智代さんと中山は床や柱の基礎部分をよろしくお願いします。了解っす。了解。市川さんと井口はお堂の装飾物を担当。 OK。 はい。カナダは俺と一緒に全体のモデリングな。はい。
あれ、今泉さんは？エントランスにいるよ。そういえば今日めっちゃめかしこんでましたよね。なんか今日すごいお偉いさんが来るんだって。朝からずっとそわそわしてた。誰なんですかね。そんなことより友よさん、レッドハニーのブルーレイってもう見ました。ほら昨日貸したやつですやん。ああ今ねデスクの引き出しにしまってある。ちょっとそれ一生見えへんやつじゃないですか。見る見る。はい、どうぞ。Good morning, everyone. Benji, June. You're on time. It's been so long. Oh, oh, wow. I can't figure. Oh my God. みなさん、はじめまして。レッドハニーの VFX スーパーバイザーをしております。田中ベンジャミンと申します。半分は日本人です。バンクーバーから来ました。以後お見知りおきを。スーパーバイザーだって。ええ、レッドハニーの CG 部門を統括しております。トップの方。まあ皆さん、今日私は古くからの友人、旧友に会いに来ただけですので、そうかしこまらずに。硬い硬い。リラックス。ちなみに、自分はバンクーバーで一緒に住んでました中です。元同棲相手です、おい変な言い方すんなよ、なので皆さん気楽にベンジと呼びください。ディアーマイジュン、俺のジュン。ディアってどういう意味？親愛なる俺のジュン。いや、お前のじゃねえよ。先輩は誰のものでもない。特別な人。お待たせしました。ありがとうございます。期間数量限定、甘夏と柚子のパフェ。パフェか。なんて誘えばいいんだろう。手に入れと思うんだよね。いいじゃん。ちょっと空いてるか出ましたね。もしもし。はい、はい、あ、やってます。はい、じゃあ2人でお願いします。はいはい、わかりました。はい、あ、この後行きます。かっこいいな。これで毎日見れる。ジュンはバンクーバーで一緒に住んでました中です。元同棲相手です。今頃一緒にいるのかな。ああ、もう気にすんな俺。仕事ではずっと隣にいられるんだから、それだけで十分だろ。ちょっとカメラ借りるな。何撮るんですか？せっかくだから花撮ってくる。すげえ綺麗だったからさ。
鼻取ってたやつかな。ついでに整理しとこう。せっかくだから花取ってくる。すげえ綺麗だったからさ。もっと無理。美しいもの。カナダ、もらえよ。好きな人の一瞬を捉えるために写真というものが発明されたのだとしたら、先輩、あなたにとっての僕は。そっか、マイケルも今頑張ってるんだな。うん。ところでさ、今日会社にいたあの男の子、うん、金田君だっけ、うん、彼が今の柳瀬の恋人なの？え、早速本題。まだ心の準備が。いらっしゃいませ。あ、あ、ここいいですか。どうぞ。とりあえずビール。ビール、はい。なんだよ急に。根拠ならあるよ。聞きたい？聞きたいです。僕が会社で同棲相手ですって言った時に真っ先に彼の方見たでしょ。つまり一番知られたくない相手。そうだったの。それでどうなの？彼が Lover？ あいつは ただの後輩だよ。認めたくないならいいけど、僕は自分の洞察力には自信がある。その上で言わせてもらうけど、 GG アーティストとして成功したいなら彼とは別れた方がいい。だからまだ付き合ってないって。え、まだ？ジュン、今回の仕事をお願いするにあたって君の作品サイト見たよ。正直がっかりした。バンクーバーにいた頃から作品が増えてない。それだけじゃなく作品のレベルがガクッと落ちてる。なんだこの野郎、いい加減なこと言いやがって。純がこの国で平和に恋愛をして日々を幸せに過ごしたいならそれでいいけど、僕は純を買ってる。このままじゃダメになる。今の先輩のこと何も知らないくせに。というかもうダメになりかけてる。だーって聞いとったら好き勝手なこと言うとんな。柳瀬さんのこと何も知らんくせに黙れば。金田、なんでここに？